俺とシェリーを置いていくんだ。クレア・レッドフィールドはレオンの言葉に耳を疑った。レオン、どうして？クエスチョンマーク。君は兄貴を探しているんだろう？クエスチョンマーク。負傷しているレオンと衰弱したシェリーは一刻も早い保護を必要としている。しかし彼女にはこれ以上の時間的余裕はなかった。私必ず帰る。約束する。クレアは一人荒野へ消えた。これはバイオ2の、最後か。まあ、クレアはナイフ持ってます。まあ、ゾンビのうろつく街を経験すると武装せざるを得ないよな。後ろにはクレアのジャケットを着たシェリーがいますね。あとレオンがちょっと見えにくいけど、あの何ユニフォームっていうの、警察の着てますね。それぐらいかな。他にはちょっとあんまり見えない看板があるぐらいか。エピローグファイルズナンバー5の、クレア・レッドフィールドでした。